はい、エリコ選手、はい、ついに試合の日が来ました。はい、どうですか体調は。絶好調です。もうアップも終わって、そうですね、あと戦っただけ。はい、動く的にはどうですか。バッチリです。バッチリですか。はい、はい、なんか意気込みをお願いします。しっかり KO して勝つので楽しみにしてください。よろしくお願いします。ありがとうございます。はい、山上選手、はい、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、本日、3戦目ですね、はい、今2戦2勝で、はい、負けなしということで、はい、はい、前回の試合ちょっと見させていただいたんですけど、はい、いや、いい、すごいいい試合でしたね。ありがとうございます。強いですね。ありがとうございます。今回まあ、3連勝中のエリコ選手なんですが、はい、何か意気込みなど聞かせていただければと思います。パンチで打ってくる選手だと思うので、それをかわして自分だけ当てられたらいいなと思います。自分だけ食らわずに当てれればの、はい、できるだけ食らわないように。なるほど、当てていきたいと思います。なるほど。武器などあれば、必殺技とかあれば。やっぱりミドルかローですか。ミドルかローと、はい、あ、なるほど。パンチではないです。パンチじゃない、パンチではない。パンチも威力的に自信はありますが、はいはい、首の方が。なるほど。首相撲はどうですか。首相撲はビラサクレックですもんね。はい、練習はしてるんですけど得意ではないです。あ、そうですか。はい、わかりました。はい、楽しみにしておりますので、はい、ありがとうございます、はい、よろしくお願いします。ありがとうございました。おめでとうございます。なんとかすごい。もうね、3ラウンド、はい、KO 勝利ということで。ありがとうございます。はい。ちょっと2ラウンド途中とかまで、途中から、うん、やべ、ちょっと組み上げやべんじゃないかみたいな、うん、そうだったんですよ。思ってたんですが、ね。なんとかやんとかというよりかもうすごい。いやすごいですね、皆さんの応援してくださったおかげです。ありがとうございます。一発目結構手応えありました。そうですね、パンチでちょっと入ったなっていう感覚は、はい、あります。いや、ね、相手選手も、ね、うまかったんですが、そうですね、なんかね、力でレジスタだったらちょっとね失礼かもしれないんですが、そうですね、それは、ね、はい、エイブ選手の指だけで思いますので、このね、勝利でそのグッとこう何タイトルで絡んでいくのが、はい、見えてきました、見えましたね。ね、ちょっとなんか上の、そうですね、来年は、ね、はい、
さらに、やばい、4連勝、4連勝、はい、そうですね、4連勝ですよ、なんとか、はい、じゃあこの気持ちをファンの皆様に、今日は応援本当にありがとうございます。でなんとか勝てたんですけど、まだ課題はたくさんあるので、また次から練習始めた時にその課題をクリアしながら次の試合につなげていきますので、引き続き応援よろしくお願いします。ありがとうございます。ありがとうございます。だから、ね、この連勝をどこまで伸ばせるのかと。そうですね、伸ばしつつタイトル、ね、はい、ベルト欲しいので、来年なんかね、見えてますね、はい、そうですね、はい、これからもエリコ選手から目が離せますということで、ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。